どうもまさぼっちです。今日も急やってまいりました。今日珍しくおとなしいんだよね。静か、風もないし、まあ用意してやっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。レッツゴー。まずはいつものロッド、使ってるロッドなんだけど、トップガイドが亡くなりました。こんな感じ、トップガイドの中のリングがなくなっちゃって、まあその前に高切れしてあれと思ってガイドのリングがぶっ飛んでたという。で今日は別なロット持ってきました。コルトスナイパー SS、 106 の MH、 100 の MH 買おうと思ったんだけど、まあ遠投もしたいっていうこともあったんで106購入しました。まあ100と106と使い分ければいいかなと。じゃあやっていきますよ、早速。まずね、まずはこれバレットブルから。もう張りはいいね。うわいいいい、あいい硬さだ。わあ虫がすごい。もう一丁。あフルキャストしても大丈夫そうだな。そうなんですよ、こういうふうにねこうやってる時にこのねこの岩にねコツンって当たったんだよね。それがねガイドの破損になったんだろうね。もうちょっとでもう少しで潮止まりなんだよね。次バレットファースト、140、わあいいね最高。いやーそれにしても久しぶりだな、こう風がないっていうのが。さあ行くぞ。いいねいいね。じゃあ次、はいよいしょ、ベタルチーグ、まずは 40g から。40はどうだ。うわ飛ぶね。まあ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 40でこんな感じか。あ全然いいじゃん。
問題なくしゃくれるわ。はい、50g。ジグパラの50。こんな感じか。さっきよりは飛んでるね、やっぱな。50でも全然いけるな。問題ないね、これも。まあほぼフルキャストに近いんだけど、よく飛ぶ。あー、やっぱこれ、ここ、こうダブルロックになってるけど、これ結構緩んでくるね。こっちはいいんだけど、こっちの下の方緩むな。ちょっとキャストするときにグッとなるから、やっぱ緩むな。こう緩むね。はい、次 60g。 これもジグパラ。さあ60はどうだ。まずは軽く。あ、全然これフルキャストしてもいいな。全然いける。ほら、わあ、全然出てるな。わあ、重い、やっぱりこっち。お、来た。あ、当たった。うわあ、逃した。やっぱりいたか。さあおいで、夕食の時間だよ。よし、来た。よし、よっしゃ、来た。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。何ですか。おお、突っ込むね。下に突っ込んだね。待って、来い、出て来い、出て来い。おお、おいじゃ、うっそ、よっしゃよし
ヒラメ、ヒラメゲットよっしゃやりました、入魂しました、やったね。いやーよかったよかった、ありがとうひらみちゃん。